あ、よかった。セルフになったかと思った。朝礼さんセルフでみたいな。いいよそれ。マジかと思った。はいどうぞ。あざーす。おやべ。じゃあ後で写真撮り行きますので。はい、頑張ります。はい、連結お願いします。はい。あ、やべ、引っかかった。濁ってますね。いや、思いました。はい。あ、お願いしまーす。ありがとうございます。うん？暑いです。もう暑いですよ、多分これ。あ、抜けてますね。そこに。よいしょ。あ、こっちですね。あら、ぶっ壊れましたね。それなんか危ない。ちょっと怖いっすね、それ。ちょっと怖いな、あれ。まあ、今日泣きだからあの赤いのでしょ、多分高いのって。なんか、ここで撮るのちょっとや一時やめようかなと思って。なんかこの区間であの視聴者逃げてる気がしたリアルに、あ、誰とこいつみたいないいよ、説明はいいよみたいな。オープニングやめたんすかって声が来たら撮ろうかなちょっとずつ収益出てますよ。はい、でもなんか8000円超えないと入ってこなくて、月1000円ぐらいしかまだ貯まってないですよ。半年1回ぐらい平目でちょっと持ち直しましたけどあれで結構伸びたんで。はい、ということでゆるつりタイムズなんですけども、このチャンネルではゆるく楽しく美味しくをテーマに釣る、使用してるのもそうでない人も釣りの楽しさが感じられて、ずっと魚の美味しいご飯が多い食べたくなるような動画を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。というところでですね、エギングに来てますね。ハイワボートからの出産でございます4月1日ですね、エイプリルフールですね。3キロ釣ったって嘘ついてもいいってことですね。やっぱ暖かくなってですね、ボートが増えてきましたね。賑やかになってきました。とりあえず今日はエギングでアオリイカをまず狙って、まあ釣れたらルアーいっぱい持ってきてるんで、ジグとか使ってお魚を釣りたいなと思いますね。とにもかくにまずエギングが成功するかが今日の釣りのポイントになっております。結構ね、潮は動いてるっぽいんだよね、今。どうだろう、エギングの人もやっぱ増えてきましたね。ちょこちょこ先週ね、あの
結構いい釣果が出てるんで、皆さんそれを見てペギングでやってきてるんじゃないかと思いますね。私もなんとか1杯釣れたんですけどね、やっぱ2杯3杯ぐらい取れるような状況がいっぱい続くと皆さん楽しいですよね。なんとか1杯とか釣れる人で3杯とか、そのぐらいこうなんか楽しめる条件なんじゃないかなとね。みんなが楽しめればいいですよね。ただどうしても釣りなんでね、ばらつきが出ちゃいますし、実力差、まあ実力差ってかね、結構ね運の要素もあるんでね、釣りってね。こう来てるかな、前になんか正面っぽいのあるしね。ちょっと一旦タコを釣るぐらいの気持ちで今ボトルの音に行ってますね。ちょっとねラインが傷んでたんだよな、久しぶり使うから。切れなきゃいいって感じですかね、まあ、切れたらしゃあないですね。しゃあなくはないんだけどね、海も汚すしエギもなくすし釣果は出ないしっていう感じで、時間もロスするしね。多分ね大丈夫だと思う。結構潮の抵抗あるね。ちょっと潮は濁りがありますね。いい感じの春イカの時期の、春の時期の海って感じですね。濁りがあるんで、イギを見つけてくれれば捕食モードに入る可能性がありますね。外的に見つかりにくいと思うんで、うん、結構濁ってる。もうちょっとまた斜めに通しますかね。タコが食ってこないの。エギング何人ぐらいだ、 5,6 人やってる。変えてみる。いやこうなんだけど、濁ってるから音出した方がいいのかなとか思ったりしちゃうよね。早めに一杯欲しいね。やっぱりタコでも連れてくれたらな、ボトボに届いたのが判断できるんだけど。あ、ちょっと流れる道変わった。なんか流れる道変わったね。こっちに寄った。こういう変化を感じるのが大事ってよくテレビで言ってますよね。テレビ YouTube ね、今雑誌とかで見ないもんね。雑誌見たことないけど、あんまり。動画の時代よ、動画の時代よ。釣りの解説はやって見せてって感じだよね。嘘がつけないね、そうなったら。はい、今釣ってみたいな、厳しいよね。ただそういうプレッシャーの中でやってるから釣りの人、あのプロの人ってうまいんだろうな。なんとか釣らなきゃいけないっていう使命感もありながらやるから。あら、なんか向きが変わり始めたよ。違うとこ狙ってみる。ちょっとずつ進んでってる。向きは鳥を飛んでんだよね。ベイトがいるのかしら。なんか向き変わったね。背に沿って投げるようになったよ。ああ、流れに沿って。久しぶりイカ天したいね。春のイカ天2023ですね。まだ釣れ、誰かが釣れればね。スイッチ入るんだけど。おー、十分。タコですね。きっとタコですね。ロットボトもついたのかな。あ、イカだ。イカでした。あららら。なんと、なんとイカでした。かわいいやつ。よいしょー。あ、メスちゃん。メスちゃんかな、オスちゃんかな。男の子。男の子。男の子。あ、サブカメラ用意しない。ちょっと後で撮らせてね。うわ、出ましたね。ちょっと喜ぶ用意してなかったですよ。なんとイカでしたね。全然
ギュンギュンなかったからタコかなと思ったけどイカでした。やったね、これで一安心ですよ。だんだん澄んできてるね。イカ墨を撒き散らしております私、すいません。一瞬なんか流れる向きが変わった時だったな。あら、今度はタコ、今度はタコじゃない、今度はタコじゃない、なんかボトムが取れ出したよ。今度はタコじゃない、これ引かないよ。うん、タコちゃん、タコちゃん、うわこれ危ない、やめて、ボトムが取れ始めました。イカとタコが取り合いしてるのかな。場所はこの辺ですね。あそこのブイと鳥居をこのぐらいの角度で結んだ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、釣れました。ちょっと結構喜びたいけど周りいっぱいいるけん、なんかあんまりあれだね。8時ぐらいに釣れました。これで多分動画ボツはないね、ちょっとは動画として使える。一番美味しいやつ、ありがとう。ありがとうね。あー綺麗なアオリイカです。帰って食べたいなと思います。はい、ということで帰ってきました。アオリイカですね、347g ですね、 350g ですね。ちょっとね、帰ってきてちょっと疲れて寝てしまってたので、本当だったらこのサイズだとお寿司と刺身と天ぷらを全部やろうっていう形でやればいいんですけど、ちょっと今日遅い時間になっちゃったので、一旦ちょっと軽くちょっとだけさばいて、ビールの晩酌のおつまみだけ作ろうかなと思いますね。もうこのぐらいの重さが最高にいいよね。このサイズがね、一番このサイズをたくさん、秋イカサイズっていうんですか、たくさん釣ってどんどん保存しておきたいって感じですよね。私の場合は反対側にして中身開けます。わお、わあ白子みたいのがありますね。なんかな、何なんだろう、大きさ的にはそんなにないけど、なんだろうね、いつ生まれた子なんだろうって感じですけど、不思議だよな。ちょっとこれをまず取っちゃいますね。うわ、なんか出た、よいしょ、かわいい、かわいいよね。オリイカこのぐらいだと、ハルイカのでっかいのも釣れるのも本当に嬉しいけど、もはやどのサイズでもアオリイカが今貴重になりすぎてね、めっちゃ嬉しい。よし、プラスチック取ります。ほら、これぐらいが良くない、ちょうどね。前回のが一応キロアップだったからね。なんか2杯ぐらい釣れないかないつも思うけども、やっぱ1杯だときついよね、あんだけ時間釣りしてるから。2杯ぐらい取れてね、まあ欲を言うならやっぱ3杯欲しいよね、動画の盛り上がり的にも。おつまみ何にしよっかね。ちょ、納豆と山芋があるんだよな。ユッケみたいにして山芋と納豆を一緒にあえてツルツルと食べて、ビールをスカーンといきましょうかね。手を入れまして、手とか指を入れまして、よし。うわー、もう身が生きてる、まだプチ、よし。わー綺麗、めちゃ綺麗よ。手が透けてるでしょ。わあ、スケスケです。やっぱな、ちっちゃい。このくらいのサイズの方が本当なんかやりやすい。ほら、耳もペロンって。パラララ。そうでもない。私の実力不足。ほら、耳。ほら、簡単。ね、ペロンって取れた。
すごいもん、透明で。わお、いいですね。なんかこのぐらいのサイズだと薄皮もそんなに気にならなそうなんだよな。いいね、やっぱり。でかけりゃいいってもんじゃないね、なんでも。ちょっと一旦半分切るよ。うん、完全これ一人分だったらお刺身、お寿司2貫と、あ、1貫2貫かと天ぷらでとかでバッチリよね。そしたらもうコロコロ状ですね。よし、これでひょこんと入れて、ちょっと一旦ここで動画止める。お風呂入りたいしね。あともう卵入れて、山芋すって納豆を入れて混ぜれば出来上がりになるので、ちょっと一旦ここで止めようか。よし、じゃあ続きをやっていきましょうかね。イカもうちょっと細かくしてもよかったですかね。イカを一旦端っこに寄せて、山芋と、あとアボカドもあったのでこれも入れようと思いますね。いっぱい取ったろ。よし、山芋ってね、なんかこのヌルヌルが滑るよね。うまそう、シャキシャキやん。白ばっかりちょっと多かったか。いいよね、アボカド好きなんですよね。おしゃれに切った方がいい。いいよね、くり抜きでいいや。本当は綺麗にカットした方が良さそうだけど、イエス、麦だと。ちょっと豪快すぎたか、男の料理って感じがしてきましたよ。うん、ちょっと山芋が多すぎたね。ごまを足して、よいしょっと、握りサイズの海苔。ドゥ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 、ごまの前に醤油だったかな。せっかくなんでネギを一緒に組みましょうかね。こんな感じですか。よし、ちょっとよくわかりませんが、何ですかね、ぶっかけ丼ですかね。いただこうと思います。はい、それではぶっかけ丼いただこうと思いますね。アオリイカとアボカドと納豆と山芋ですね。ぶっかけ丼いただきます。はぁ、やっとここまで来たね。うわ、10時になりそう。渋かったね今日。大変です、大変です。いただきます。チュルチュルっと、うんうんうん、アオリイカコリコリ、うん、なんかアオリイカの刺身久々に食べた気がする。うまっ、ちょっと時間かかります。あ、アオリイカ甘い、これずっと噛めるな。うんうん、アオリイカの弾力がすごいです、本当に。あー、うまっ。お醤油の甘みもあるんですけど、イカの甘みもすごい。イカの甘みもあってね、めっちゃいいですね。うん、これ明日の朝ごはん行きだね。はい、ということで、いろいろ釣りタイムズいかがだったでしょうか。まあ、なんとか釣れましたけど、厳しかったですね。なんか朝、あのボート、引き船出ていくときに、あ、水濁ってるなって感じで、あ、これは結構いいかもしれないと思って、まあ、島に寄ったりとかして、まあ、今日はもしかしたらイカが結構晴れてますけど、出る日かなと思ったんですけど、全然釣れなくてですね。まあ、一人、まあ、僕が釣って、まあ、なんか、周りも釣れ出すのかなと思ったら、本当に全然で、で、あの、沖で、あの、小回せ釣り、やってたマダイ狙ったりしてる方々も、全然今日ダメでしたって感じだったので、なんかこう、濁ってるんですけど、変な塩っていうか、色が、黒いというか、暗い感じの色だったので、ちょっと魚とか、あの、イカにとっては厳しい、あの、環境だったのかなって感じですかね。なんかね、雨、先週半分ぐらい降ったんですけど、昨日とかも晴れてたし、なんかこう、こんなに濁る要素ってなかったかなと思ったんですけど、まあちょっとそれも自然のサイクルというか、海のサイクルですね。あとね、海状況絶対あの、悪い時もあれば、良くなる時もあると思うので、まあ、その時に向けてですね、しっかり準備して頑張っていこうかなと思います。はい。一旦ですね、ちょっと情報共有ですけども、今日釣れたいこちらですね、あのデュエルさんのパタパタの EGQ キャストパタパタのグリーンですね。グリーングリーンっていうのかな、正式名称。はい。一応ラトルなしですね。ラトルもあってもなくても僕は関係ないと思ってて、まあ、あの、色的にはね、あの、このカラーって結構早まで、まあ、紫のあの、ウソスジエビと、あの、オレンジとか、そういう系と並ぶぐらい、なんか困った時の緑色みたいな形で結構釣れることが多いので、まあ、あの、エギのラインナップに入れておけばいいかなと思いますね。最近なんか新しいエギ、そう、買ったんですけど、今日つかなかったな。あの、ちょっと一応出そうか。一応あの、新作エギ、
あの買っているんですけど、まあ、6色ぐらい出てて、一応この2色を選んだんですけど、と濁りライムとどんよりレッド、もう何でしょう、あの葉山の状況を、葉山のイカが釣れる条件の天候とかを睨んで、この濁りライムとどんよりレッド、本当もう曇りの日、どうかしたら雨が降る日の方がイカってすごい活性が上がるので、そのタイミングで、まあ、投げるようなイカをあの買いましたね。まあ、この濁りライムとかの方が今日とかの、うん、濁ってるというか、 なんか暗いなんか変な色の塩だったので、あんまり効果なかったかもしれないです、けど、今後あの春にどん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 梅雨に近づいていくにつれてですね、あの海が濁ったりする日があるので、そういった時に持っていればいいかなと思いますね。まあ、このカラーリングが、まあ、緑なので、まあ、あとこれが夜光タイプなのか、なのでまあ濁った時に夜光でこう濁りと反応してわっと光ってイカが見つけてくれたんじゃないかなと仮定してますけども、まあ、そんな覚え方はね、ただの人間のおごりなのでね、多分ね、いろいろこういいあるけどね、もう特にこの新しい色でもこうあのラトル入ってる入ってないとか、あとこうダートに特化したタイプとかいろいろあるんですけど、もうねメーカーの作戦にハマっちゃよくないかもしれないですね。もうね、最後はイカがいるかいないかになっちゃいますからね。まあ、いる中でイカが絶対いると仮定して、どのエギに、まあ、エギの変化で、まあ、色とかカラーの違いで反応するとか変わってくると思うんですけど、もうとにかく今日はちょっとイカがいなかったと思うしかないですね。はい、どうでしょうか。まだまだ春イカですね。先週かな、キロアップ僕も釣れたので結構大きいが、先週僕が行った翌日がすごいなんか大きいイカがボロ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 釣れてたみたいなので、やっぱこうタイミングですかね。あの天気が曇ってて潮がちょっと濁ってて、ちょうどいいこう湿気がある時の方がイカが釣れるんじゃないかと思うので、これから梅雨時期ですね、本当にもう6月が春イカ早まで狙うなら勝負かなと思いますので、5月の中旬ぐらいからか、あのぜひですね、またもう気温も暖かくなって、今日もボートがたくさん出ててね、なんかお客さんたくさんいて楽しいなって感じだったので、ぜひですね、あの来たことない方もですね、あの葉山ボートに来てもらって、まあ、最初ちょっとボートを漕ぐのが大変かもしれないですけど、あの徐々に慣れてですね、今のうちから慣れていけばですね、あとたくさん漕げるようになると思うので、ぜひ来てみて釣りしてみてください。はい、なんか優秀なコメント残ってしまったね。はいほい、それでは行かせていただきます。別世界に行くやつですね。クラシック。別世界へのパスポートです。さっき寝たからな。そんな眠くないな。よいしょー。いいですね。はい、ってことでゆるゆる釣りタイムズありがとうございました。いいね、コメントとても励みになっております。よかったらですね、あの動画が面白いなと思ったらチャンネル登録していってください。これからまだね、あの早まで話題とかもまだまだ狙えると思いますので、僕もイカもやりながら話題もやって結構いろいろ釣っていこうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ビールが美味しい季節になってきましたね。ありがとうございました。